もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。元国民的アイドルグループスピードのメンバーであり、現在は政治家へと転身し、自由民主党所属の参議院議員である今井絵理子さん。そんな今井絵理子さんが衆院解散日 X にアップした国会ポーズ写真が炎上し、異例の約2000件のコメントが殺到し、アイドル気分などと言われ大荒れしているのだそうです。そんな大炎上中の今井絵理子さんは、昨年もフランス研修に行った際に炎上しており、今回の SNS の写真と合わせてフランス研修の報告書まだといったコメントが相次ぎ、ダブルで炎上しているのだそうです。今回はそんな大炎上中の今井絵理子さんについてお調べしまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。参院議員の今井絵理子さんは、衆院が解散した9日付で投稿した X の投稿に約2000件のコメントが殺到しています。問題の投稿は、第214回臨時国会が閉会しました。本日衆議院が解散し、10月15日公示、27日投開票の総選挙が行われます。皆さんの一票が未来を作りますと記し、国会内なのか古い参院自民党の写真などが飾られている豪華洋室から窓の外を眺めているショットを投稿していました。最近の今井絵理子さんの投稿に対するコメントは、おおむね数十件から200件程度で推移していましたが、今回の投稿には異例の大量コメントが集まる事態になりました。芸能人気質が抜けてない、フランス研修の報告書出せよ、今すぐフランス旅行の件説明してください、アイドル気分のままフランスの視察報告書を国民に提示しなさい、こんな写真アップしたら炎上するってわからんの、決めポーズ、イメージ写真いらないから、と厳しいコメントが殺到するなど大荒れとなっていました。この炎上を伝える記事に対するヤフーのコメント欄には、このようなコメントが集まっていました。この人もそうですが、国会議員の実績の検証は絶対に必要だと思う、選挙の時にだけ美辞麗句を並べ、実際に任期中に何を成し遂げたのか検証なしにまた次の選挙で同じことを言う、本当に検証制度が必要だと思う、といった今井絵理子さんに対し、口先だけであり、そのような国会議員に対し検証を求める声や、 X に印象のいいイメージ画像をアップするのは悪くはないと思います。そこにカメラマン代などの経費を利用しているとなると別です。今回のように叩かれてしまう要因として、今までの実績などが認められていないということを肝に銘じていただきたい。おそらく銘じていない、何とも思っていないので、こういった画像をアップするのだろうけれど、書いていて矛盾しているようですが、伝わっていただけると幸いです、といった複雑な思いを綴っている人や、元アイドルだとか有名人だからなどの理由で投票するのはどうかと思う、実際にどれだけの仕事をしたのかしっかり確認した上で一票を投じましょう、日本を変えるかどうかの大事な一票なのだから、といった我々に選挙の大事さを訴えるものや、アイドル議員だかなんだか知りませんが、政治家は基本的に地元の意見を聞いてそれを国政に反映させるのが仕事だと思っております。アイドル議員を否定するつもりはないですが、こういう比例代表での知名度だけで当選したような議員は応援できません。自分ではどちらかといえば自民党支持層だと思っていますが、やはり選挙区に揉まれるか地方議員から下積みを積むかのどちらかは必要だと思います、といった知名度だけでやっている今井絵理子さんに対しての厳しい言葉を投げかけるものや、なんだかんだ言って芸能界って夢のある世界なんだなってつくづく思う、売れっ子になれるのはほんの一握りだけど、ひとたび売れっ子になればそれは大きなネームバリューとなり、セカンドキャリアさえ安泰、政治家国会議員にまで学歴キャリアがなくてもなれるのだしな、そりゃこぞってアイドルを目指す若者の気持ちも理解はできる、といった皮肉めいたコメントなど、ヤフーコメント欄も今井絵理子さんに対する批判の声であふれかえっていました。そんな今井絵理子さんは実は先月もある案件で炎上していました。自民党総裁選に立候補した
上川陽子さんの推薦人の中に名があったことで、 X には今井絵理子の名がトレンド入りするほどネットでは炎上していました。政治担当記者はこう語ります。今井議員は2023年7月に自民党女性局のメンバー38名でフランスを訪れた際、まるで観光旅行のような写真を SNS にアップし大炎上。国民からの批判が殺到すると、無駄な外遊ではありません、また追って活動報告しますなどと反論していました。先月には今井氏が取材陣から上川氏を支援した理由について聞かれ、不安定な世界情勢を乗り越える上で上川氏の経験を生かすべきだということ、そして自民党の変化を見せるためには世代交代や女性新総裁が必要であることを語っていました。その際の今井絵理子さんのコメントはこのようなものでした。今回私は上川陽子さんを推薦させていただくことといたしました。以前ヒラリー・クリントン氏の講演に参加した際、彼女は言いました。戦時に男性は武器を求めるが、女性は ICU の危機や妊産婦の支援、衣食住を求めると、今多くの国民はエネルギー高騰をはじめとした物価高騰、未だ追いつかない賃上げに苦しんでいます、などと記しましたが、これに対し、未だに自身の説明責任は何も果たしていないとあって、X 上では、こいつに聞く価値ある。取材をするのなら、フランス視察の件の追及してからやろう。自民党が変わる以前に全く変わらん今井絵理子。また追って活動報告します。いつ活動報告するの？上川陽子が総理になった時か。肝心なことは国民に説明もせず、逃げてばかりの、あんたが一番変わってない。おいおい、上川さん、推薦人に今井絵理子おるやん。私なら推薦人になってもらうのはお断りするが、頭数さえ揃えば何でもええんやろな。まともじゃない議員が推薦する人が日本の次期総理としてふさわしいか、などこの時も非難の声が殺到してしまいました。そんな国民から大バッシングを受けている今井絵理子さんは、身内である自民党幹部からも怒りを買っているそうなのです。実は今井絵理子さんは今年の3月28日の参院本会議から約1ヶ月ほど国会を欠席していました。今井絵理子さんは休んだ理由を体調不良だったとしています。しかしある疑惑が浮上しました。自民党関係者はこう語ります。橋健と喧嘩して同棲している家から追い出したそうです。そのストレスで休んだと。橋健とは元神戸市議の橋本健さんのことです。17年7月に週刊誌で今井絵理子さんとの手つなぎ不倫が報じられた後、橋本健さんは妻と離婚し、市議も辞職しました。その後、橋本健さんは今井絵理子さんの国会事務所に政策顧問として出入りしており、以前週刊誌の取材に対しても今井絵理子さんは橋本氏には公私ともに助けていただいているところですと関係を認めていました。また自民党関係者はこうも語っています。橋健は事務所にも姿を見せておらず、ついに破局したのではと噂されています。今井絵理子さんの事務所に事実関係を問い合わせると、橋本健さんが今井絵理子さんの自宅や事務所へ出入りする頻度が以前と比べて少なくなったことについては認めた上で、国会欠席の理由については、橋本さんとのいさかいが原因であるとの指摘は事実に反しますと回答があったそうです。このように外からも身内からも嫌われ、何か行動するたびに炎上してしまう今井絵理子さんですが、比例代表制によって当選しており、このような実績のなく問題を起こす人を当選させてしまう比例代表制度の有効性についても議論されるほどの大きな問題となっています。果たして今井絵理子さんの政治家人生はこれから大逆転することができるのでしょうか。それともこれからも行動するたびに炎上し続けるのでしょうか。今回は SNS に投稿した写真が大炎上している今井絵理子さんについてお調べしまとめましたが、投稿した写真に対し
通常の投稿の10倍近くコメントが殺到するほど炎上をしており、先月行われた総裁選の際も白熱の戦いの裏で炎上していたことも分かりました。今井絵理子さんのように元タレントでも政治や経済、国際情勢の勉強をしてある程度のレベルで立候補なら良いと思いますが、知名度重視で実力度外視で選ぶと、今井絵理子さんのような国会で何をしているのかわからない、選挙応援で大活躍するタレント議員が爆誕してしまいます。そしてそんなタレント議員に対して国民の税金から年収4000万円が支払われています。だからこその炎上であり、大バッシングを受けるのは至極当然のことなのかもしれません。昨今の自民党は問題だらけで、我々国民も抜本的な改革を望んでいます。このような知名度だけのタレント議員をなくすべきだと、こんなコメントもありました。立候補者全員に大学入学レベルの基本、専門分野、外国語の試験を受けさせて、一定以上のレベルがなければ立候補させないようにすべき、もしくは立候補はできるが試験結果は公表されるようにすべき、国会で寝るって会議の内容がわからないから寝るのだろう、外国との対応も通訳はつくにしてもある程度の会話は必要です。あれだけの歳費と補助費を受け特権を得るのですから、この程度の敷地を設けるのは必要ではないでしょうかね、といった声も出ており、このコメントには多数の同意の意見が出ていました。今後は総選挙もあり、大きく変わっていくことが予想される中、こういったタレント議員問題に対しても大きな変化があるといいですね。今後の今井絵理子さんの行く末はどのような道が待っているのでしょうか。注目して見ていきたいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。